こんばんは。こんばんは。はい。じゃあスタートしようかな。じゃあ行きますね。タイトルコールから行きます。はい。AKB48 の明日よろしく。スタートです。スタートです。始まりました。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんはです。こっちを見てるんですけど、コメントがこっちでカメラがこっちなんですけど。はい。じゃあね、始まりましたよ皆さん。元気ですか？はい。じゃあね、じゃあこのね、この明日よろしく配信の説明からしたいと思います。はい。この番組は AKB48 グループのメンバーが、ちょっと待って、メンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーし、そこでトークテーマまで発表します。はい。で、次はですね、ショールームの説明をしたいと思います。ショールームは今アイテムを投げてくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要となっているので、先にね、無料のアカウント登録からしていただけると嬉しいです。はい。ですね、あとは無料の星ギフトはログインしたり、各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。はい。さらに画面左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中に1回だけもらえちゃいます。ぜひ拡散してゲットしてください。お願いします。はい。それではね、現在のユーザーランキングトップ5を確認したいと思います。たくさん見てくださってありがとうございます。ツイートボーナス去年してあ、なくなったみたい。ごめんね。はい。5位はかりんさん、4位はジャガさん、3位チャミさん、2位ユーガさん、1位セイロさんです。ありがとうございますですね。昨日、ごめんね、間違えたみたい。昨日明日よろしくをしてくれたメンバーは、くれた子は小川優香ちゃんです。はい。コメントも初めて見る子だけど、7期生、6期生です。はじめまして、マナティこと北村マナティいます。よろしくお願いします。6期研究生です。はい。ちょっといつもとね、前髪がなんですけど、ロッキー研究生です。はい。そうですね、前回配信してた小川優香ちゃんとなんですけど、優香ちゃんとの関係性は、優香ちゃんとはね、本当によく一緒にいて、そうですね、よく優香ちゃんと一緒にいて、すごい喋ったりもするし、ね、優香ちゃんとはそうなんですよ。そうですね、優香ちゃんとはね、思い出もいっぱいあって、優香ちゃんとは結構一緒に本当に行動することが多くて、めっちゃ行動よく一緒にいますね。皆さんこんばんは。マナティのショールーム配信初見、
ですか、ありがとうございます。よかったら見てってください、お願いします。鉄砲公園みたいな、本当にありがとうございます。はい、ではね、今日はまずねトーク、あ、でも最近皆さん今からちょっとコメント読みたいと思います。こんばんは、こんばんは、見るよ、ありがとう。今日終業式だった、部活あったらしい、今日忘れてくれ、あら、マナティが7回かな、本当にありがとうございます。久々のマナティありがとうございます。皆さん最近何してましたか、最近何してたのかな、ね、最近はね、後で、あ、そっか、まずトークテーマ、トークテーマをね、じゃあトークテーマに移ります。はい、ではね、トークテーマは NMB48 の小川優香ちゃんからよろしくしてもらったんですけど、それはですね、そのトークテーマは、トークテーマは告白の空砲公演初日ということでですね、この間初めて初日、告白の空砲公演の初日に出させていただいて、そのことのお話をしたいと思います。こういう感じだったよとかお話できたらなって思ってます。皆さん、あ、こんばんは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 、ありがとうございます。皆さん、それでですね、でも自分の中で今年中に絶対公演に出たいと思ってて、すごい出たいなって思ってて、でも、もう今年もすごい短いから大丈夫かなって思ってたんですけど、無事に出れてよかったです、本当に。そうなんですよ、無事に出させていただいて、どうしても今年中に出たいなと思ってて、それが良かったんです。皆さん、ありがとうございます。でもすごい、この初めての初日は一緒に出させていただいてたメンバーさんがすごい助けてくださって、本当にそうなんですよ、スーちゃんもで、本当にスーちゃんはユニット、一緒にやらせてもらったユニットが一緒で、もうすごいね、ずっと教えてくれてて、本当になんか皆さんから支えられて公演に立つことができたなって思いました。もう本番前はすごい緊張して、大丈夫かなってすごい不安だったんですけど、無事良かったです。こんばんは、こんばんは、イメージが変わったからか、本当に横田すみれ、横田すみれちゃんです。マリア、よかった。そうなんです、ユニットはマリアをさせていただいたんですけど、今まではすごいどちらかというとマリアみたいにかっこいい曲っていうよりかは、すごい今まではすごいユニットやったな、可愛い感じの曲とかをさせていただくことが多かったんですけど、初めてすごいかっこいい感じのユニットを出させていただいて、もうどんな表情でやったらいいかなとかすごい考えたんですけど、無事にね、でもすごい本当に全部メンバーさんが支えていただいたなって思います。本当にすごい、本番前も練習もずっと一緒にやってくださって、すごい本当に助かりました。ケイトさんも一緒でした。すごいありがとうございます、こんなに見ていただいてありがとうございます。え、なっちゃん来年から高校生か、そうなの、高校生なんですよね、楽しみ。表情の表現力よかった、よかった、教えてもらえてありがとうございます。すごい、これ今思ったんですけど、このショールームの何、背景じゃなんて言ったらいいの、横の
デザインがクリスマス仕様になってますね。クリスマス仕様になってる、すごいね。でも一番難しかった、なんか外でなってるね。一番難しかったダンスは、一番難しかったダンスですか。なんかごめん、なんか外でめっちゃサイレンみたいになってるけど、なんだろう。一番難しかったダンスですか。でもなんか全部こう合わせても、でも本当に告白の空砲はすごい難しかったですね、ダンスが。でもなんか全部まとめると、ユニットもすごい自分では初めてする感じのユニットだったんで、全然でも初めての感じでかな。なんだろう、でも確かに難しいけど、でもすごいやり終わった後に、あ、すごい楽しかったって思いました。すごい、あとなんだろう、なんかその公演のなんだろうね、フルに出させていただくのが本当に久しぶりで、ちょっとあれだったんですけど、なんかそれも考えたら、なんだろう、久しぶりだったのに、すごいペンライトもすごい、私赤と紫なんですけど、ペンライトもすごいこうやって、ね、持ってくださった方もいて、でこの私の歌いの時にこう手拍子でマナティってこう手拍子でてくださった方もいて、本当にありがとうございます。嬉しかったです。自己紹介してください。はい、そうですね、多分今見てくださった方もいると思うので、自己紹介します。 NMB48 の6期研究生マナティこと北村マナです。よろしくお願いします。よかったらゆっくり見てってください。お願いします。7期生とは話できた。7期生さん、お話しさせてもらいましたね。ですね、次世代コンサートが一緒のユニットで、その時によく話しましたね。その時に話したかな、すごい話した、かな、話した気がする。話して、でもやっぱ練習の時とかも、でも初めてでその前の方のポジションをやらせていただくっていうのが、だからすごい大丈夫かなと思ったんですけど、分かって、誰と7期生、誰っていうか、なんかでも全員一人一人と喋りました。そうね、でも一緒にこうダブルセンターをさせてもらったゆななちゃんとはすごい喋りました。こうこうこうやって言ったらいいかなとか話した。こんばんは。どうしてもコメントを見てたらカメラが見えないけど、こんにちは、こんばんは。これでもね、もう支えられましたね。そう、でもトークテーマトークテーマはね、空砲公園、告白の空砲公園。でも本当に1曲目からすごい元気な曲だったり、可愛い曲だったり、かっこいい感じの曲だったり、こういろいろこうあったんですけど、でも最初はすごい、でも7人
何人なのでこうすごい、なんだろうな、やっぱり見ていただける回数も多いし、すごいなんかまたいつもと違った公演だったんで、すごい良かったかなと思います。本当にめっちゃくのマナティ、すごい皆さん言ってくださる、めっちゃくのめっちゃくね、すごい大丈夫だったかな、めっちゃくすごい言っていただけるけど、うん、はい、何ぐらい見やすいなと、あ、もうそうですね。でもこの、そう、本当にこの状況でこうやって公演をさせていただけるってことがすごいありがたいことなので、そうね、本当にね、あとさっきも言ったけど、この今年中に出れてよかったなって思います。わ、すごい雪結晶、すごい、ありがとうございます、すごい結晶だありがとうね、たくさんね、もっといろいろね活躍できるようになりたいなと思います。こんばんは、こんばんは、すごい、うん、ですね、バックダンサー以来、うん、あ、バックダンサー以来、そうですね、でもフルで公演を出させていただいたのがめちゃめちゃ久しぶりで、めっちゃ久しぶりなんですよ。だから余計緊張してたのもあったんですけど、でも本当に久しぶりでした。もっと出てほしい、頑張るね、頑張ります、頑張ります、もすごい、でも本当に支えてもらったしね、もう本当に支えてもらってばっかりでした、メンバーさんには本当に、うん、6時50分じゃあ、でもそろ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 かな、そろそろですか、じゃあそうですね、いい感じにこの辺りまで話をさせていただいたんですけど、ここでね、もうそろそろ終わりが近づいてきたんですけども、もう熱いこういうの、だからこそ公演、そう、本当に公演って大事だなと思います。はい、早いですか、もうちょっとお話する、でもそうだね、本当に終わりの時にも来ました、あ、じゃあね、そろそろお電話をかけようかなと思いますね。はい、じゃあここで4日よろしくしたいメンバーに電話をかけます、かけたいと思います。はい、で誰にかけるかはね、相手が電話に出るまでのお楽しみということでお電話をかけたいと思います。ちょっと待ってね、誰だと思いますか、ちょっと待ってね、誰だと思いますか、ちょっと待ってね、はい、じゃあ電話をかけます、もしもし、あ、もしもし、じゃあスピーカーにしてもいいですか、はい、じゃあ皆さんスピーカーにします、はい、ではちょっと待ってください、
はい、ですね、今は生配信中なんですが、まずはお名前を言っていただきたいと思います。はい、シンシンことしんどんなんです。はい、イエーイ、シンシンです。皆さんシンシンです。やっほー、皆さんシンシンです。みんなシンシンですよ。シンシンです。はい、あ、シンシンってコメントが、あ、ほんま、うん、シンシンって。はい、これ、あ、そうや、じゃあ明日、AKB48 の明日よろしくやってもらえますか。はい、はい、じゃあそうですね、次は新澤奈央ちゃん、シンシンに回したいと思います。イエーイ、お願いします。シンシンです。シンシンです。シンシンです。あ、そう、なんか、うん、トークテーマを決めなあかんみたいで。あ、ほんまや。そう、何がいいかなと思ってて。何がいいですか。みんなトークテーマ何がいいかな。すごい、トークテーマ。マナティは今日何話したん。私は、告白の空港公演の初日のお話して、あ、でも来てるコメント、あざとさについて。難しい。そんな、なんか。みんなな、でも結構あざとさについてって。であざとさについて。難しくないですか。あ、毎日彼女についてとか。 あとそれか、早口言葉やって。早口言葉好きなん。あ、ラジオでやってるねん。あ、じゃあ早口言葉か。あ、うん、でもな、クリスマストークもある。あ、クリスマスやし。あ、それも今やし。うん、あ、いいんじゃない、クリスマス。確かに、クリスマスにする。いっぱい、なんかでもな、うん、いっぱい来てんで。でもクリス多いのは、うん、クリスマスか、あ、クリスマスってか、クリスマスこの時期、うん、クリスマス、早口言葉、あざとさについて、あと、あ、なんか今な、パンダキャラの今後について。あー、ライバルが増えましたからね。そんなことのお話とか、何がいいかな。でもクリスマスやったらいろんな話できるんかな。確かに、あざといし、クリスマスで、なんか。クリスマスにする。じゃあクリスマスで。はい、じゃあ、はい、明日のトークテーマはクリスマスについてでよろしくです。はい。はい、じゃあ、あれ、これ、じゃあ明日よろしく。よろしく。なんか決め台詞があるらしい、これ。あ、なるほどね。これが決め台詞らしい。はい。はい、じゃあ、またね。またね、ありがとう。ありがとう、またね。あ、でもなんか最後にな。うん。なんかすごい、サンタのコスプレを期待してええってコメントがあった。うわー。皆さん楽しみで、明日のお楽しみで。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、シンシン、またね。またね、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、はい、皆さん、次のね、回す、明日よろしくのメンバーはシンシンこと新澤奈央ちゃんでした。はい、じゃあね、でもね、次回、そうですね、そうですね、クリスマスなんですけども、もうちょっとで ね、 そうですね、シンシンとは最近、でもシンシンともすごい喋るんですけど、シンシンとはよく連絡を取り合うんですけど、あんまり連絡、最近ずっと連絡が途切れないというか、ずっと会話が続いてて、めっちゃシンシンと話すんですよ。すごい話すのだからね。はい。じゃあ、そうですね、じゃあそろそろ AKB48 の明日よろしく、そろそろ終わりの時間になってます。はい、それではね、最終ユーザーランキングトップ5を確認したいと思います。はい、ますね。5位、チャミさん、ありがとうございます。
そして4位、ゆうさんありがとうございます。3位、くーちゃんありがとうございます。2位、かりんさんありがとうございます。そして1位は、すいひろさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、質問家の皆さんもありがとうございます。はい、じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さん、それでは終わりのセリフです。はい、そしたらね、 AKB48 の明日よろしく配信、これで終わりたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。えい、クリスマスを残念、またね、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。